ビジョンは動きません。かなり引き配置ですね。シロンとの交戦、ヘッドハンター。ここは一時交換、フォークシナインが取り返す。もう交換大きいですね。Cサイト側、フォルトライン入れてエントリーをしていくリグナイト。フォルトライン打っちゃったので、クローが今フルアビリティなんですよね。ロングプラント。アフターショック、アスカの HP 若干削られる。さらにサイト内にはフォルトライン。ただ、シロンと打ち合い、強化ダブルキル。抑えた。残ったガレージのクロー。サイト中アスカパックラーガーから飛び出しは一時交換、さらにエンショート苦しい点。ただサイト中タイモクをもらってインスモークの評価、スモーク越しにはクロー、アラネア同時に突っ込んでいくか。スモークの中に評価がありました。これアビリティが少ないですね。サイトラーズ 1V1、 どうだ。シュガーゼロゴースト一発圏内だが、うん、横を取ったシュガーゼロ4名ビジョン。シロング出るコマンド入れて一気に入っていく。ただここはフラッシュポイント、アデプアビリティはホントのみ。最初のホント設置はできますね。エリックから飛び出してアデプ、ここは評価が取り返しますが状況は2対4。アビリティで足止め。ただ表のラズがそうそうそう、あのスモークは解けますから。クラッシュポイントと同時に入っていく、うん、最後はツールドフォース決めていきました。データディビジョンリテイク成功。これで強引に裏を取れて、こうなるとリテイクになりますが、先ほどとは違ってアルティメットアビリティがありません。さらにはロックダウンも発動しているリグナイト。このロックダウンは壊せますかね、うん、壊せるはずです。これは破壊可能。あー本土の位置バレた。サイト中ダンスの壁抜き、さらにはクローも壁抜き、ガレージからシュガーゼロ残り1名しかぶった。最後は天が抑えてまたもやリテイク。ゼータディビジョンアビトレードマークを破壊。おおしゃがんだ。今の当てますか。ガレージを足してフラッシュポイントからガレージのエントリー。ここはエコーのカバーも入って人数有利。なんとか人数差をイーブンにするためにあえて勝負したシュガーゼロでしたが、さあ設置に対してローリングサンダーを入れてフォールトラインからの C 側、速いリテイクとなった。サイトラすでに入り込んでいるが、サイトラインのクロフラッシュを入れて飛び出すが、そこにはデクフラーが食らってしまった。いやこういう時便利ですね。ブラブラ白くの飛び出したデクが落としてサイト裏天が落としました。綺麗な射線の組み方。工作はリグナイトドライト、うん、さあフラッシュ入れてビーガーの勝負。ああいいセット。フラッシュを食らってしまった。ただ取り返しは早いぞ。フラッシュドライブからテン、すでにヌルコマンド発動しているアビリティの返しはない。純正の M 勝負。ただサイト内ではクロー、アスカ、ここ実質 1V3。 これはつないでしょう。しかもこれで武器奪いますからね。 C 側に展開することも可能ですが、あえて B プラント。スパイクを設置。遅すぎフリック。さらにはヘッドハンター荒らせ。フォクシー9が撃ったら取り出せばいい。落ち着いた2射線、うん、最後はフォクシー9が、さあ C がフォルトラインを打ってついにエントリー。パラノイアの合わせ、うまい合わせ、非常に綺麗な後入れでした。スポンガーに対して圧力をかけるフォクシーナイン。インスモーク強気なポジションです。その体力でも強気にいくか。さあこうなるとリテイクですが、黒はまだフォルトラインが上がっていません。パラダイを入れていきますが、このインスモーク、うん、十分でしょう。情報も取りました。一度足が止まってしまった。さらにサイトラインに対しての強気な勝負。超トリプルキルできませんでしたね。これによって引く時間を作れなかったんですよね。おお C9 ファーストブラフトペンオペですね。ゼータは A を大胆に開けるぐらいですからね。そのまま詰めていきますが、その先にはオペレーター。わあここでちゃんと詰め待ちしてるの偉すぎる。フォルトファイン、さらにはパラノイアも入れている。プラーラーで足止めを入れていますが、止まらないフォークシー9。3人目ここだ。非常に熱い射線が組めている。
アフターショック炙り出されて残っ削る動きか。パーフェクトラウンド最後は評価が抑えました。ただオーブはしつく止まりましたね。これでさあ、エガホントを入れてエコが落ちてる、シーナインを落としましたが、エコーペレッサイマー、エガのスモーク、そのままローリングサンダーはエガフェイクだ。これによってランデブー、エガにラズが寄りますが、お、持ってきる。シーナエントリー、ただその最多内にはシュガーゼロ、そして早めのローリングサンダー、うまく返した。パラノイアもよけている。さらにはサイトラインいることは分かっている。パラノイア入れて確実に落としていく。あ、素晴らしい対応。ガレージもシュガーゼルが落として、前半ラウンドは6。ガレージキロングラクションを見せたが、ボクシーナイン中央を詰めてそのままダブルキルをもぎ取っていった。さらにラズの HP も残りやすか。シガーホールトラインを入れてそのままシュガーゼル、おほほ、強気にいった。評価のカバーもありましたが、これで2オン2です。サイト内に設置、これスモークからのガチ解除というのもちょっと考えられますけどね。オールトラインからの飛び出しを見せようとしているデータディビジョン、ただその先にはスモークです。神一人で敵の弾を避けていくフォクシーライン、時間をかけるか。ここはシロンから2メーターのピーク、ベータが使ってくるか。おい、避ける、前に行った。そういった避け方もあるのかと思いきや、後ろから遅れてついてきたプラウラーでした。激しい交戦が起きました。1-1トレードが続いて有利なのはリグナイト。あの位置まで前に上がっていったことがプラスに今働いてますよね。進行を前で抑え切ることに成功、残った2名も評価。リテイクのアビリティがかなり乏しいようにも見える。ゼロポイントとフォルトライン合わせましたか。さあ、エブンシャに対してのブレードストーブ、フラッシュを食らっていた。そのままフォクシーラインフローと合わせますが、ラズラズでローリングサンダーも入っていく。空中にいた点、うん、そのままラズが最後のキルを取って、このラウンドゼータディビジョン。ただ残り時間どうするんだ。これ残り時間22秒、シーガーには4名が控えているぞ。書いてないね、エコー引かないぞ。ただ正面突破がテックのデップシュガーゼロ、力で解決した。そのままシープラント、あと10秒。ここはオペレーター、位置が分かりシュガーゼロ倒しに行きます。それに対してリグナイトは素早いサイト内のリテイクができているが、あー動いてない。ロックダウン、すごいとこにいる。ここはガレージ、デップが取り返してサイト裏、サイト内ハーフまで行っているぞ。フラグメント入れるが、あー止めた。ここはスモークルキー、強化の解除。ピッポイントに抜いた、スモークルキ相当完了ですね。背面ローリングサンダーですが、ラズは設置できた。しっかりとランデブーで引いていく。これ下がれるのチェンバーの強いところですね。かなり厄介な作戦ですね。そしてガレージの後取りシュガーゼロ、ここは7サーモンを無理やり抜けたが、黒が構えていました。これタレット壊せなかったのが厄介ですね。 B サイトの中フォクシーナイン、アスカがヒーローを取る。ラズデップ正面から打ち合うが、今日から神城フラグメントを入れるが、会場に入っているぞ。いや、これ間に合いそうだ、間に合っている。リグも取り切りました、リグナイト。先ほどからこのガレージを取りに行く際にデップがやはりこう主導になって、ホーンと、まあできればプラウラーだけでみたいな感じですかね、取りに行くような動きを見せていますけども、はい、この試合の中で黒が早い段階でその対策を満たしますよね。ジョニー・イーチのナノサーム、さらには2個目も後置きで、うん、あとはもちろんこの黒の活躍だけではなく、そこをか的確にカバー引いていく。ただ本当に捕まってしまったアスカ、サイト内に入ってからヌルコマンド、相手の素早いリテイクを許しません。点これで人数有利、しかもリテイクの要アスカを落とした。エロクフォクシーナインが点を打ち抜く。この位置では起こすことは難しいか。ただ点が見てるんですよね、これ今本側フロムザシャドウは A ロングに引き起こしたかったんですが、一歩間に合わず。タイトランカー体を食らっているところ、スポン側から評価のダブルキル、ソンツ評価体力ない、サイトライデップ残り1名。さらにトパックのエントリーは少し勢いが削がれてしまったか。サイトラプラウラ噛みついたところ、横からフォクシーナインファーストブラッド、ただ飛び出したデップクロー、クローがダブルキル、フォクシーナインがデップを取り返すも、サイト中にはクローがいます。さらに中央から寄ってきたラズヘッドハンター、
取り残された黒。黒腕もうまいですね。いい時間稼ぎしてる。さあ残された黒。排除完了。おう、斉藤上。残り1名。ワンブイワン。最後は黒が黒を落としたこのラウンド。あ、そっちにフォルトがいいんですね。オープンフォルトなのかな。ラズが狙っていきました。剣のカバー前まで HP がないフォクシーないんだが、カバーなすか。だぞデイボー、デップが詰めている。フラーが欲しい。ラズメ、そして裏を取っているデップ完了。フォクシーない。残り HP は11。後ろ取れるんじゃないか。見えた、頭を入れた。これによって A サイトクリアリング。メタルのドアが開きましたが、ラズ HP がありません。スッチおりましたね。あ、スネークバイトは、いや、そこに打ちたかったかな。むしろサイトドラに打つのが跳ね返ってしまったか。あの手前のクリアリングも確かに、ね、できなくはないですからね、うん、しゃがんでれば隠せますか。前目の1黒。ポイズンクラウドの位置を変えますが、フォクシーナイン強気に打ち合った。そしてインスモークの黒、うん、毒の中からラズの4B メインでのアビリティの開始をソファー突っ込んでいたフォクシーナイン。見えない。敵はどこだと1回転飛び出してきた天。デップを抑えてリグナイトを B サイトに設置完了。ここだ。スパイクを設置。さあ自分たちのオーナーの名前をつけたポジションに対してショックボルトを押し込んでいく黒。なんか深みありますね。さあ B 面から黒。下ですよね。うん。消えろ。思い切って飛び出すか、まあ耐えて隠れるかなので。うわ。連携を間違いなく今スネークバイトとショックボルト合わせてましたよね。さあショット打ち合い。ここはガーディアンデップ。さらにカバーの黒。サイト内ではシュガーズラバイパーズピット展開。逃げた方がいいかな。おお、ここでロックダウンを打った。ショップの中のロックダウン強い。さらにフォクシーナイン、あとはこのロックダウンが発動するのを待つだけ。しっかりと黒は待ちペイントダウン、ボールトライン、的確にオペレーターの位置を潰していく。かなり体力持ってきましたね。ただマスターズでミスターラズの粘り強さ引きません。スローフィールド展開。フォクシーナインはサイトの合間から狙いますが、そこをかばしたのはシュガーゼロ。ラズ生きてますからね。おお、ブレイドストームだ。お、面白いとこに打った。ちょうどランデブーで引いたところ、しかも今4月の位置も打ってたぞ。ただスパイクが階段に落ちている。スポーン取る打ち合いはシュガーズロ。このスパイクの位置は苦しい。これ取りに行ってる間にこのメインから来てる動きが、おお評価。あ、上からクラシック進めていくシュガーズロ。抜いた。おお、出るからスポーン側、スポーン側もローリングサンダー。ナイトボール便利ですね。A 側の爪の音。さあ中央を取っている段階から B 側の設定ですが、ヘッデップ違うぞロ黒。おお、抑え切った。何が起こっているんだ。最後はデップのこの射線、他のスモーク抜きを受けながらもショーストッパーエントリー。これが怖いぞ。ちょうど見つけたシュガーゼロ。さらにはサイトランカのデッパー評価ございます。うん、黒が階段階されてかなり苦しい形。オペレーターはセーブの判断ですね。さあ A 面のロキに覗いていますか。サイトラちょっとありそうでしたけどね。今2人持ってデップが結局それをしのぐような立ち回りになった。エルボー詰め、壁1枚挟んでるはず。エルボーで使いますか。中央に広く展開されるようなロックダウンでもあります。さあタイトラ逃がしたくないぞ。ショーディーお待たせって感じですね。さらにオペレーターでキルを取って後続もシュガーゼロがカット。残された黒最後は中央から10でした。忘れた頃にやってきますね。あ、そうです。さあもちろんプラーラの存在は分かっている。ここはバンダローメッタ打ち。さらにはカバーに入って黒トキックスクリーン越しに抜いていった。さらには
ラズボ。オペレーター。サイト中ではシュガーゼロが落とされますが、横からデプロカバー、ブレードストーン展開。サイト中では嫌な飛翔音が聞こえている。最後はテンガヘッドショット。リグナイト。それに対してゼータディビジョンは中央早めに取っていきます。目の前に飛び込んできた。テールウィンド捉えたらボクシーナイン。そしてカバーの黒。左右挟むような動き。アスカもシュガーゼロを落としています。ただ中央の主導権、譲りません、リグナイト。最後は A サイト、壁抜き。壁抜き2発のヘッドショット、そして最後も壁抜きは点ですが、この 1V3 という状況を覆せるか。フラッシュ入れて中央飛び出しましたが、F4 は避けていました。映りませんでした。問題はこれ、ボクシーナインの位置ですかね。強気に飛び出した。ボクシーナイン、エコーとヒルを取っていく。エルボーから天が顔を出しましたが、スパイク落ちましたね。すでに位置はバレている。心打ちは天。おお、カバーした。残されたシュガーゼロ。足音聞こえましたね。今 A 側から中央のリテイクですが、この2名に対してはどうしようもないか、このラウンドもリグナイトちゃんと把握できていないかもしれません。ゼータディビジョン、ファイターヘッドショット、キング強っ。ダブルヘッド、うわデップ狙っているぞ。ここはエコーが取り返しましたが、このトリプルキルはあまりにも強大。十分ですね。もうあまりの出来事に実況の言葉を忘れてしまいました。ここからの取り返し、アビリティがない、体でいくしかないが顔を出してはくれません。サイト裏ライティングライトからヘッドショット、飛んできました。そしてポイズンクラウド、さらにはスネークバイトも合わせた技で、いないことを確認。ただ飛び出しを狙っているか評価。あ、2人映った。グレードストーブ飛び出したデップ位置は分かってる。ドリブルキル、グッド。ここで一番上がっている。行くのか、マーシャルで行くのか、まさか。いけいけ、削られた。ロイチピー狙っている。明らかに譲りにいってる。壁抜き、通り。さあ、ボクシーナイン強気に狙っているぞ。おお、うわ、抜いた抜いた。おお、そして譲るのか。ラズは狙います。ああ、狙いにマンダガチにこだわります。いや、なんとエース。惚れ惚れするね。惚れ惚れ、強気な動きが目立ってきた。階段からのアスカ、ただ A 側に寄せているリグナイト、ここで本命は B 側です。ナノスアームで若干の時間は稼げるか。いや、ここはすぐさま破壊した。サイトラに入ることはできましたが、地上から飛び出しエコー強気に打ち合っていく。ナイトホールショーストッパー回っていった。ただデップデップ、クローの位置が分からない。ハンターズフィリー曲がっている。あ、探査でギリギリ映んない。サイトラの点、頭1個押さえたフォクシーナイン。あ、これ離婚で一番バレてますからね。逃げられないぞ。もちろん打ち込むハンターズフューリー逃しません。クローよって結局ローリングサンダーも打てず、さらにはエコラウンドになってしまったリグナイト、ちょっと苦しくなってきましたね。ただ A に固まっているところ、本勢敵の位置も分かっている。ショップ詰め一時効果、いいかも。そしてケインも詰めていくが、そこにはシュガーゼロ挟み込んで、黒はスペクターで近距離戦闘の位置につけていますが、飛び出したところ 1v1。 安全にメインからの車線を切るような移動の仕方しましたね。確かにメインの裏取りが一番ありますから、ホウントは上がりそうですが、うわー、その距離一発で、しかもヘッドショット。なぜのワンタップでマッチポイント、食いの出た。うわー、世界3位だこれ。このエイム、これがオペレーターブレイドストーンもあるが、中央のオペレーター勝負。これ何としてもリグナイト中で粘って、ローリングサンダーやロックダウンを切っての取り返ししたいですよね。ライディングライトを入れて、その前サイト入り込んでいく。打った、うん、まい今のフォークシーナイン。来た、メタルカーラズの射線。ローリングサンダー打ち上がったところ、評価が抑えますが、いい連携ですね。メタルのラズが止まらない。忘れた、このショーティー残された評価。ラズ
これ評価の位置バレてますからね。キルも流れていたし、もちろん B プラントです。絶望的な状況、絶対絶命。しかもラズが狙いにいってる、あの体力で最後は